さんこんにちは、ソニーチャルチャンネルのポンちゃんです。あっちゃんです。パパです。今日はちょっといつもと違うんですけど、今後の動画の投稿頻度についてお伝えしたいことがあります。あります。今まで投稿してたのが、はい、毎日投稿プラスで土曜日と日曜日に2本、12時と5時にね、上げてたと思うんですけど、ちょっとそこを変更することになりました。はい、変更することになりました。理由については、こっちゃんがね、小学校3年生になって下校の時間もね、だいぶ遅くなったり、だいぶ遅くなったね、こっちゃん、宿題も増えたり、そう、習い事もしてるので忙しくなってきたというか、なのでママとパパがちょっと他のことをおろそかにしちゃったら嫌だなとか大丈夫かなとか心配してたんだよね、最近。そうだね、どちらか言うとあのパパとママが心配って感じかな。そう、こっちゃん、こっちゃんは全然、いや大丈夫だよ、全然できるよっていう、やめんのみたいな感じなんだけどね。そう、今後はなので毎日投稿は毎日投稿します。はい、毎日投稿します。そして毎日5時に1本、毎日ショートとは限らない、って形だよね。そうだね、短い動画か長い動画かどっちか1本、必ず毎日5時にあげますんで、いつも結構ね、日向ぼっこのかな日向ぼっこの方々が1個目とかね、めちゃくちゃ早かった。こないだね、投稿から30秒ぐらい、多分しなこちゃんのやつじゃなかったかな、あ、だったかな、30秒くらいでコメントをくれたいて、パパがあのちょっとこう上げた時こうミスがないかとかもちょっとパパ確認するんだけど、その時にほんとぴったりにパパ見たんだけど、もうコメント来てるで、多分速攻を開始した。最近ちょっとね、多くコメントもいただいてて、ほんとだね、そう、すべてにお返しできなくなっちゃってるんだけど、全部見てるよね。全部見てます。こっちゃんはね、ちょっと漢字が全部読めなかったりはするから全部はわかんないかもしれないけど、でも結構ね、ママたちが伝えたりして、そうね、こっちゃんもあっちゃんもパパもママも編集長さんもみんな見てます。はい、全員で見てます。ありがとうございます。以上、以上、そうですね、お伝えとなります。はい投稿のね、時間とかは変わりますけど、あの毎日投稿でね、これからも頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いしますじゃあもう一回行こうか、もうそのまま使ってはい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ、また見てね。せーの、バイバイ、また見てね。チャンネル登録よろしくね。